気胸石膏は、漢方包材の一つ。通常、外装及び返桃とその周囲の炎症による、喉の腫れと痛みを和らげる。気胸が、巨炭、鎮外、鎮痛、鎮静、下熱作用を示し、石膏が、幹部の炎症を和らげる。喉が腫れて痛む、次の所象、外装あるいは可能するもの。気胸石膏エキスの場合、6.0g 中。 下記の割合の混合症薬の乾燥エキスを含有する。気境3.0、石膏10.0泡褐色食色食の細粒で得意な匂いがあり、味わいや,や酸味がある。胃腸の巨弱な患者著しく体力の衰えている患者次の副作用がある。食欲不振、胃部不快感、難弁、下痢等高齢者は生理機能の低下、妊産婦。 授乳婦、小児は安全性が未確立であり、注意が必要である。絶対に2回分を一度に飲んではならない。誤って多く飲んだ場合は医師、または薬剤師に相談すること。日本で処方され流通している多くの漢方法剤の発売元はつむらであるが、本剤は小太郎漢方製薬が製造している。そのため本剤の存在そのものを知らない医師が多く。 処方される機会は他の漢方法材と比べて非常に稀である。ありがとうございます。